もっと聞いてね MBS。 としこさん、はい、おはようございます。おはようございます。ねえ、おいくつですか？言うんですか？言うんです言うんです言うんです。難しいんですけど69です。これは若いじゃんこのコーナーではまだね、うん、こんなん言ったらあれですけど、お邪魔よね。まだとしこさんでいいんですよね？はい、そうです。ほんならまだね、あの結婚前ぐらいですよ60。どうしようどうしようって。結婚して何年ぐらいですか？もう47、8年になります。もう40、もう大方50年になるんだそうですね。あ、どうしよう、近所の人に年呼ばれちゃったかもしれない。いやいや、いいですね結婚。そしたら何歳で、おいくつの時結婚したんですか？21ぐらい。21ぐらい。はい。うわ、覚えてますか？どこで結婚式したの？あのね、大黒町ってご存知？大黒町、大黒殿っていうところで。大黒殿。はい。今ないかもしれませんけど。あ、ないな。懐かしいな。昔富山って靴屋の、ね、そうそうそう、ね、だ大黒町なんかは南へ行くとこずっと行ったりするときに、そう、有名だもんね。そしてまたお参りに行くときちょっと左曲がる、そうそう、いいの。エベさんもね、みんな。あ、そこでお育ちになったんですか？お育ちはね、お育ちはあの港区弁天町なんです。あ、なんだ、弁天町か。なんでやねん。急にそんな。なんでやねん。あの、生まれはね、京都なんですよ。やった。波乱万丈。京都って言ったって京都もいろいろありますよ。京都のどこですか？伏見区で。伏見で、はい、あの酒どころの。そうですね、お稲荷さんね。ねえ、お稲荷さん、ほんと、ああ、そんな。そしてどうしたんですか、これ、あの、何かお見合いか ご紹介で。あのね、うん、あの社内結婚ですね。社内結婚ちょっと待ってよ。流行ってたんです。流行ってるって、そんなバカだったえ、待ってくださいよ、はい、としこさん、としこさんの、はい、旧姓、元は何っていうお名前？武田です。武田としこさん、はい、武は武士の武です。あ、武士の武で、はい、それでちょっと待ってくださいよ、はい、今は何ていうお名前ですか？今、能登です。能登って能登半島の能登？はい、東は土で能登。あら、能力の能に土書いて能登って読む。はい、そうです。変わったとこへ嫁いだねそれ。え、それで、あの、社内って何の会社だったんですか？あのね、うん、もう今なくなっちゃったんですけども、うん、三洋電機なんです。あら、なくなった、まあ、なくなったわけじゃないですよ、うん、名前が発展的に ね、 パナソニックになってますけど、発展的に合併しただけで、うん、はい、あら、そこで、あの、え、能登はおったの？そうです、能登はおらんかなと思ったら、おったんです。なんか坂本冬美の歌みたいね。そう、もないのとはいらんか、ね、どうもありがとうございました。もう朝からほんまにええやないの。しょうもないよ、なこの頃ね、本当に素人が来ない言うねん。その歌あるのよ、知ってるわ。知ってんの？のとはいらんかいね、いらんかいねって、いらん。あ、そうなんだ、はい、そしたら社内でちょっと噂になったんちゃうの？そうなりました。なった。え、とし子、またあんなのとみたいなやつだな。そうです、そうです。え、壁際や、あんな完全な壁際で出世せえへんで。これ大きな会社やからね。あ、そっか、そらそうです。そうでしょ、はい。で、寂しそうにしてたんだ、これ。え、のとがのとさんなんて寂しそうにしとったんちゃうの、のとが。うーん、寮に入ってましたね、田舎が。田舎から出て。あ、どこ、田舎は？田舎はね、島根県なんですよ。またすごいいいとこから来てすごいでしょ。いいですか？はい。またのとの方がまだにぎやかな。あの、こんな言ったらなんですが、はい、ね、島根、鳥取、徳島、はい、言うたらね、今県民が、はい、ベスト3です、少ないのが。そうですね、そうですね、そうです。これに鳥取加えて高知加えたらもうベスト5ですわ。高知加えたらベスト5、寂しいですよ、田舎に帰っても。ねえ、だけどね、時折僕もこの前も徳島で講演があって、はい、あの、講演で喋ってたんですけども、はい、あの、1時間半喋ったらもうみんなが喜んでくれて。そうですね、はい、そうするとなんで帰ってきたんだ、あの、いいじゃないですか、僕が帰ってきたらちょっとラーメンとか徳島ラーメンとかあるからちょっと食べようと思ったらもう顔で見つかってしまって、なんで帰ってきたんですかって追い出されたわけや。なんでもないんだけど、あれなんで言うやろね、みんな知ってる。なんで言うんでしょう。だから能登さんも帰ると言われるよ、どうしたのとか言われて、うん、ああ、帰りたくない
そうですか。それで知り合ったんですか。はい、社内結婚だ。そうなんです。そしてこれはとしこさんは辞めたんですか、会社を。そうですね、子供が生まれるので辞めまして。結婚してからポンポンが大きくなったんですよ。そうですよ。そうだろうねだけどこの前にもうデートの時にどっか行きます。いや、もう全然子供でしたからね。おいくつであの会社就職したんですか。私はだから高校卒業してから。18歳。うん。じゃあご主人は。ご主人はもう勤めてましたからね。あ、もうほんなら今あれですね、72、3か。ちょうど70です。7、1つ上。はい。はあ、7、そうかそうか。そうするとそしたらちょっと1つ、1年早く就職してらしたんだ。そうですね。そしたらまたね、そう寂しそうな、もう新人を来たやつをこれね、能登はもうね大してモテない方だから社内で「あ、鴨が来よったわ年子で」え、そうですね。それで一番初めまあ社内ですから、はい、ね、それぞれ話はするんですけども、うん、どない言われたの、ちょっと今日行こうかとか、ご飯でも行こうかっておごったのかとか、ちょっと一年先輩だから。そうですね。でもね、うん、なんか就職してすぐに捕まって、毎日ね、うん、朝は見張ってる、帰りは見送られる、自由がなかったんですよ。いやそりゃ変質やね、のとは。どうしよう、帰りは家まで見送ってくれる。うわ、どんな優しい、まあ、この男いやらしいやっちゃな。お前ちゃんと大きな会社やからちゃんと仕事せえや、そんなホテルで終わってからまた仕事に行くと。あら、そうと思ってますよ。思ってましたよ。あ、思ってたんでしょほんなら違うんだよな。違うんかな、仕事なんかな。そしてあのそれが普通になるじゃないですか、毎日やから。そうですね。そしたら鬱陶しくなかったの、この能登のすること。鬱陶しかったです。ちょっと待て、ちょっととしこさん、はい、いいえ鬱陶しくなかったって言うてほしいや。鬱陶しくなかったです。鬱陶しくなかったです。嬉しかったです、ね、嬉しいよね。好きになるっていうのはあれなんでだろう。そしたらちょっと待ってくださいよ、はい、会社も一緒で昼間は働きますわね、うん、そしたらまあ土曜日なんかは、まあ、一応半ドンで、ね、はい、日曜日だったら休みで、はい、ね、そうすると土曜日なんかのあ、デスクワークしてたんでしょ、お二人とも。私はあの受付係と。あ、でっぴんやから。いや、こんな大きな会社の受付やで。ね、主人は、うん、外に出てました。あ、そしたら、あ、ストレスしてるんだ、営業してた。あ、そうです、そうです。この営業のやつが口はうまいね、これ。なあ、だからそこになってんねん。せやらしい。それでもう鬱陶しい、ちょろ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 すんねん、この営業のやつが。そしたらもうね、営業でちゃんとこう電気の製品とかを売らずに、え、油売っとったんやな。そんな、ちゃうちゃう、電気屋さん油売ってます。聞いたら怒るかもしれない。いやいや、そしたらそしたらまあデートするじゃないですか、はい、そしたらあのご主人が全部あのおごってくれるんでしょ。そうです、そうです。そりゃそうやわね、うん、それはやってましたね、はい、そして何回目ぐらいにちょっと怪しいなと思ったのか、手を握ってきたらもうすぐ握ってきたでしょ、こいつ。そうですね。そうですね。ね、能登のやりそうなこっちゃから営業のやりそうなことなんですよ、あれ。あ、そうですか。さも、ちょっととしこってすぐ呼び捨てにしてね。としこって言ってたでしょ。うん、ちょっとです。え、ちょっと、ちょっとっていうの、ちょっとって呼ぶんです。失礼なやっちゃな。それがずっと今でもちょっと、ちょっと名前言ってくれないの、としこ。いらないですね、なんかアホちゃうか、この映画。そしたら、まあ、まあいいわね、ちょっとで大体わかるもんね、うん、ちょっとって言うで、はいはいって言って、でついていって、初めて行ったあのこう、え、印象な、食べ物屋に行きましたか、それともちょっとしたカウンターバーみたいなとこ行ったんですか。うどん屋さん。もう、あ、切って、もうこの電話。うどん屋って何やねん、これ、のと。うどん屋さんでした。初めて行ったとこは。初めて行ったとこは、うどん屋ってどんな。ほんな、あれ仕事、待ってください、あ、ごめんなさいね。うん、お昼でしょ、それ。お昼。
夜会社が終わってからうどん屋行った。あ、会社終わってから行ったのは普通の喫茶店ですね。あ、喫茶店、うん、そんなええところ全然、うん、そりゃそうや、ね、大した会社ちゃうもん。そんなことない、そんなことない。僕らはもういつもお世話になってる大会社でしたから。へえ。なんかあんまり知らなかったみたいで。あ、そうなんだ、うん、田舎から出てきて。どこの人？島根。島根やろ。そら島根から来たらね。これあの大国町までね。そらね、あのとしこさんは慣れてるからいいけども、はい、向こうはね。そうなんです。僕らでもびっくりしましたもん。もう神戸に着いた時に電気がついてると思ったもんね。明るくて。本当に僕らの頃は蛍光灯なんてなかったから。あ、そうですよ、電球でしたよ。電球、うん、だから30ワットとかダブルって書いてあったんですよ。あ、はいはい、電球の、はいはい、一番ね下のところに書いてあって、これであの電球をね、あの消す時とか切れた時でもあれと思って触ると熱いんですよ。あ、そうですね。あのこんな田舎の話って書いて。そして、はい、いつあのとしこさん、はい、好きだって分かったんですか、彼が私のことをひょっとしたらと思ったのは。うん、もう朝晩送って送り迎えするからね、これは私は逃げられないかなと。へえ、もう来たら窓が見てますからね。あ、来た来たいう感じ。あ、来た来たね、うん、そして、ま、それでね、はい、あの正幸さん息子さんだろうと思いますけども、はい、なんかあの一緒にこの毎日放送のファンになっててくださって、はいはい、ねえ、はい、ありがたいことですけども。まさゆちくんはそうですよ。あ、そう、はい、ずっとですよ。娘さんの旦那やね。あ、娘さんの旦那さんですわ。そうです。ほんなら時々皆さんでお孫さんとかと一緒になんか食べに行ったりするんですか。うん、もうちょっと今ね、うん、上の子たちが高校生であの陸上クラブで忙しいからなかなかちょっと行くのが機会が少ないですけど、結婚も毎週末は一緒にうちに来たり、はい、いいじゃないですか。会食したりでもうすごく合ってました。これ見たらあのね、のとさん、あのなかなか優しい人のような気がしてきたな。気がします。優しいですよ。うわ、やかましいわ。好きだったら好きでそのままでよれ、もうほんまに。やきもち焼いてどうすんで。だけど嬉しいですね、あの毎日放送のファンで追ってくれてご夫婦があった。そしたらね、あのお子さんもそうだけどお孫さんまで毎日放送になるじゃないですか。そうですね、そうですね。そしたら今でもあれですか、あのちょっとね、こいちゃんなんですけども、パーキンソン病にちょっとなったらしくて。あ、そうなんです。ちょっとお痩せになったっちゅうけど今は大丈夫ですね。今はね、うん、まあ、あの病気は変わらないですけどね、うんうんうん、まあ、あの始めた時から比べたら、はい、ちょっと元気になったかなって。あ、そらいいな、うん、そらなんちったってご主人がね一番喜ぶことですから。そうですね、うん、まあ、家族全員、あの孫たちも、はい、火つけてあの見てくれてますし、まあ、どっか出かけたとしても、はい、いつも上の孫がそばに寄って、はあ、歩いてくれます。そうですか、うん、うちと一緒ですよ。もう孫は女の子ばかりって、もう娘、うちは子供も全部、はい、娘の旦那だけが男です。そうですね、はい、そうじゃ、あのこれからもいよいよちょっとね、はい、あったかくなってきたって安心せんようにしてくださいね。はい、ありがとうございます。それでご主人にもお孫さんにも皆さんによろしくお伝えください。はい、わ、はいはい、かりました。今朝は早くからありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。